あ、どうもお疲れ様です。あ、どうもこんにちは。どうも、ただいまよりですね、辺野古に基地を撤退作らせない大阪行動、ただいま、配信開始します。本日は、IWJ さんでも中継ありますようですね。やってますね今。どうもこんにちは。どうも、ですね、そんな感じで本日、あ、どうもどうもこんにちは。どうも、今日はいますね。今日もいます。今日は研究者はないんですよ。周りだけ何もないとこ、周りだけなんか柵で囲っているとよくわからんことになってます。あ、どうも。今日はそんなに暑くないですね。今25度っていうことで、丸ビルの温度計にはそう書いてます。本日IWJ 大阪さんでも、中継が行われておりまして、高画質バージョンはそちらの方をご覧になっていただいてですね。どうも、ありがとうございます。いやあ、ところでね、昨日ぐらいからワールドカップでブラジルの方でも実はツイキャス隊の方っていうのはおられるんですよね。今日の朝も見てたらですね、ワールドカップ反対デモのを中継見てたら突然催涙弾が打ち込まれていきなり中継は終わってしまったんですけど、あの人たちどれやったんやろうなと思ったりとかしてですね。
あ、どうもどうも。装備とかはさっき の、 あのブラジルのツイキャスの人ですけど、あの装備とかはだから日本の配信する人とほぼ同じですね。あの どうもこんにちは。あ、お出にくい、どうもありがとうございます。ですね、あ、そうなんですよ。このコーンテの塚本駅のやつなんですよ。塚本駅って書いてますね。だから塚本駅の 部品なんかもしれないね。備品っていうか、コーン自体に塚本駅って書いてあるんです。塚本駅っていうのは大阪駅の隣にある駅なんですけど、失礼いたします。あ、こんにちは、どうも。あ、これは御堂筋北改札と書いてますね。こっちは北改札なんで。あ、これは大阪駅ですね。あ、これが塚本駅で書いてあります。はい。だからいろんなとこから寄せ集めてるようですね。お願いしています。これも大阪駅のやつですね。御堂北改札って書いてます。だから大阪駅とか塚本駅とのやつをかき集めてきてるようですね。こういう三角コーンって何本ぐらいするんですかね、買ったら。なんかまだゴニョゴニョと。あ、こんにちは、どうも。あ、どう
じゃあどうも。献血者がいないと今日はすごい広々としてるような今日この頃。あ、すいません。あ、じゃあ落ちた。なんか目がシバシバするですね、気のせいか。Thank you.
これ思い切り通行の妨げになってますね、この柵が。なんだこれって話です。どうも。署名お願いしています。他には今日の公安と曽根崎署です。まだな、今の奴らだな、本当に。何ぐらいかな、1、2、3、4、5、6、6人。見えてるところ6人と、あ、7、あっちにいるかな。あれはちゃうかな、あれもか、あれもか、エレベーターとかいうのも。そうですね、公安と曽根崎署ですね。
な嫌がらせか。何がごにゃごにゃとまた駅員が嫌がらせてきますね。嫌がらせ駅員です。あ、まだあの特に態度の悪いやつですね。何だったっけ名前忘れたんですけどね。おーい、こら駅員直ちにやめなさい。妨害はやめなさい。妨害です。妨害すんなよ。行使に対する妨害です。人権侵害というやつ。お分かりですか。やめなさい。下がりなさい。下がれ下がれ。 JR の職員は直ちに下がりなさい。駅舎に帰んなさい。一体何の通行の妨害になったのか。君たちは一体何の妨害をしているのか。よく考えるように。それが職務というならば、あなたたちの職務は歪んでて腐ってて。沖縄本日駅員ハッスルデーということで、なんか嫌がらせばっかりしてきますね。おいおい、あったあったあった。どこの方ですか。あなたまたここ行ってるね、はい、いつも言うてるね。今日はえらい強気やね。おー、何ですか、ね、えらい強気やね。ここでの配布はやめてくださいって言って、いつもね、ここでのビラ配布はやめてください。あなたどこの方。あなたどこの方。あなたどこの方。どこの方の警察呼ぶか。はぁ、ええって、警察。はい、ポリを呼ぶって言ってますね。何、誰がポリって言うか。誰がポリを呼ぶって言ってますねって警察呼ぶか言うてんの。邪魔やないの、俺どない見てる。あんたが邪魔だよ。あんたって誰に言ってんの。あんたです。何指さすんだ。あんた、あんた失せろよ、こら行けん。インチケーキン、おい。お前ポリか、ふざけんなよ、おい。なんでお前許可取らなあかんねん。誰が許可の話したの。ここでやめてください。撮影許可って言ったやろ、今。今撮影許可って言ったやろ。どこかで撮影許可が言っておられるんですかって言ったんですよ。ちゃんと最後に聞かないとダメよ。今日はえらい元気やね。ああ、どうも、ね、
あ、後半はなんか映ってますね。最小活動のつもりですかね。おーい、こら。これ通行さん畑になってるやん。なりますよね。なっとるやん、これ。エスカレートしてるのは駅員の方じゃないですか。実際のレジェンドは、ルールを守って僕らは、
どうも、こんにちは、どうも。あ、どうもどうも、お疲れ様です。大注目のあそこにいますよ、上とか制服組です。あそこにいる、なんだっけ、なんだっけ、いつも歩道橋の上にいますね。怖いと可愛いの中間ぐらいの気も怖い。いや、リアル事故を初めて見た。めっちゃ面白い。望まれました。今日はそんな暑くないですね。来ましたよ。来ましたよって言いました。ちょっと通知役の遅れるんですよね。意外にタイムラグがあるんですよね。あ、どうも。何かですね。僕はジュゴンちゃんの親戚です。無言さんですか？無言です、無言で関心。
首やったら出てるやん。Thank you.
場所に大
りを邪魔させるための戦いを運動を広げています。そして今年の秋から入ってますよ。
そうですか。5時半から沖縄県高校の中継がある。あ、どうもすみません。ありがとうございます。5時半からなんか中継なんかよく行かれる。あ、どうもお疲れ様でした。いや。京都の方今から行かれるんですね。はい、意見広告の中継ということで。あれがね、新大阪と淡路のちょうど間。あ、ちょっと偏僻なところっていうか、偏僻っていうか、あの通行の便、交通の便は悪いんですけどね、あの悪いんですけどね、そんなに遠くないです。ああ、お疲れ様です。いい。そうなんですよ。日によってちゃうんですけどね、なんか様子が。本日5時半から、沖縄県広告の中継が IWC さんでありますので皆さんそちらの方もよろしくお願いします。というかこちら中継終わってから30分後ですからね。まあそんな感じですので、よろしくお願いいたします。ということでどうもお疲れ様です。遠くまでありがとうございます。意見広告なんかすごい出したんですね。というかね、なんか報告者この前ね、6月の日曜日、先週の日曜日、当時各紙にあのでっかい金庫が出たんですよ。あ、新聞、はいはい、公開目らしいんですよ。全国紙とか。全国紙でね、全国紙は毎日かな。あと東京新聞とか、琉球新報、沖縄タイムス、そこら辺に出されはったみたいなんですけども、それは報告会らしいんですよ。はい、お疲れ様です。せっかくだから、ちょっとさせてもらおうかなと思いましたら、OK ですって言われたんで。はい、ということでして、そうそう、阿蘇市へ。阿蘇市へ。この星2つっていうのは、多分あれなんですよ。コインいっぱいいただきまして、どうもありがとうございますということでしょう、多分。どうもありがとうございます。いや、こちらのことです。今、タオさんが今、買い込んできた。あ、どうも、こんにちは、どうも。はい。15時3…なんかね、ああ、ほんま。
という感じで本日あの15時30分より沖縄意見広告の中継がありますということで、皆様あの中継アジャビリティ大阪さん の, あの中継の方よろしくお願いいたします。ご視聴よろしくお願いします。どうもお疲れさんです。本日はいやどうもあこれあそうなんです。今日はあのこれなんか安倍って書いてあるんですけど安倍ラーメンマン。これだからこの柄がいいですね。私はこの電車に乗りましてああ基地の海これ全然似てないけど似てないというか原型とどめてない。首がないしですね。私はそれを言っちゃダメです。私はアプリケなんですか。政教無事だと言っていて、これでもすごいな。これは砂浜ってことですね、多分。そうであれば。黒ひげ、大田純平。サンバイズですね。ワンサンバイズ。モズクですね。そうです。沖縄産ですからね、モズクは。海ぶどうが食べたいですね。いいですね。とビール。でも最近ビール飲みすぎてるせいかお腹壊しちゃって。大丈夫ですか。まあ今日も昼ごはんパンしか食べないですからね。マジですか。パンとかあとご飯とか。あと朝ごはんはあれやったんですよ。おかゆ。はい。え、そんな。おかゆ。壊した。おかゆとトーストですね。あ、炭水化物祭りだったんで。私は昨日の夕飯がちょっと冷えたもんば冷やし中華とビールやったんで。ダメじゃん、冷え冷えやん。それで腹出して寝たらもう大惨事。あれなんですよ、ちょっとという感じだから大丈夫かもしれないです。どういう感じが大丈夫かわからないですけど、まあそういうわけです。まあ本日は駅員ハッスルデーということで。今日はでも暑くなくてよかった。今日はまあヒートアップしなくてよかったですね。今日は駅員だけヒートアップしたんですけど。ジュゴンさんもあんまりちょっとだけ暑いって。ジュゴンの活動限界は今日は割と長めやと思います。今日はね。今日はジュゴン1号機としてはやっぱり。おかゆとトーストですね。はい。ちゃんとおかゆの中にあれが入ってますからね。なんだっけ。ダイオキシン。ダイオキシンじゃなくて、あれ、青いやつ。青のり。青のりじゃなくて陸上で取れるやつですね。陸上部。ほうれん草入ってる。ほうれん草、ああいいですね。ズゴンの活動限界まであと、まあ今日は活動限界大丈夫ですね。持つ大事ですね。持つ事故の持つの活動限界、事故の活動限界って事故の持つの活動限界なんですね。内臓の活動限界というか私はもう勉強会なんでなんかいろいろいやネギじゃないし、僕あんまり、ね、いやパワーさんがネギネギじゃないし、あれです、ほうれん草と卵。彼女はあれだね、なんか柚子胡椒を入れてるとか。え、そうなんですか。うどんになんか柚子胡椒を入れたら、あ、それは美味しいと思いますよ。柚子胡椒何入れても美味しいですね。鍋とかに。だってあの味自体がうまいだもんな。柚子胡椒のトーストとか無理かな。それはちょっと無理です。そうですね。今思い出しましたけど、ビートたけしはやっぱり御用芸人ですね。ダメですね。那覇那覇って言ってた。那覇那覇はあれは仙台みそですね。まあ、冗談じゃない。冗談じゃない。なんかこれ。もうあれはダメですね。あれはダメです。あれって言ってますね。なんかやめろ。たけし軍団。なんか答えろ。たけし軍団全員でなんか格納容器内に泳いでもらいたい、そんな感じです。汚染水の汲み出しをしてほしい。
お金にやっぱりトーストにやお金じゃないお金にあの柚子胡椒を入れてるって言ってますね。やっぱあのペースト状になったあの燃料つけてね。前から思うんですが、核燃料あるじゃないですか。はい、あれはヘビ花火に即やなと思うんですよね。なんで？ヘビ花火。ああ、ニュルニュルニュルって。ね、だから。関西電力本店までヘビ花火オンリーの、花火大会をやるとかですね。本当だね。だから大丈夫かなって。ロケット花火ってやばいかもしれない。うん、ということで、どういうことなんだろう。今日はもう、ジュゴンは割と動きが軽やかですね。今日のジュゴンは。エビ花火のみの花火大会を関西電力本店前でやる。いやー、涼やかではないってことですね。全然涼やかじゃない。もう花火大会。ネットダウンタウン。前、水素を回してもいいかもしれない。水素爆発がいいね。屋内で。屋内で。ロビーで水素爆発させてもいいと思います。やっぱり原発の安全性を試してもらうためには放射性物質をやっぱり、ロビーに撒き散らしたいと思います。地面をやっぱりこうウランで作ると思う。もうウランかな、劣化ウランでこう地面を、建物を劣化ウランで作って、八木誠の家は劣化ウランで作ると思います。意外に結構ステンレス高かったりするんですよね、カンマキが。そうなんいや知らないですけど、思いつきで言っただけです。カンマキでも山だからな。いや、カンマキって八木社長の家の近くは、すぐ近くに阪急電車の京都線がバーッと走ってるから、意外に普通の家なんですよね。なんだ、それだって俺カンマキって昔行ったことある。カンマキの駅前の近くにすぐ酒屋さんがあってですね、それだけなんですけど。あんまり普通に何もないところですね。まあ、酒屋さんはありますね。京都から奈良に抜け道のルートであるんですね。があるんですよ。だってあの辺水がきれいなところで、山崎とかもそうです。そうですね、あそこからサントリーとか、淀川の河川敷バーッと抜けてですね、そこから大阪方面っていうか、新大阪までドーッと突っ込めるんですよね。でもちょっと道が狭すぎてトラックやとやばい。てか土手から転げ落ちたりめちゃ危ない。デンジャラスゾーンなんで、ちょっとデンジャラスルートなんで、ちょっとあまりにも危険すぎるっていうことで、あれってどうなってるのか、なんか辞めるとか辞めへんとかようわからんこと言ってるんですよね。公明党はどうするんですか、公明党は。公明党は、あれはもう、あんな感じですからね。あれ、ガレキャン隊の時と一緒のパターンですよね。燃やす、やめとく、燃やす、やめとく、燃やしみたいな。辻自演を打つ吉成さん。自演を打つだよな。自演を打つ、なんだっけ、あの人。よしなんとかって言ってた。名前はもう覚え出せない。TK ならの TJ。TJ。TJ ワイタカ。あれはもしかして例のやつ。なんか変だっけ。
ようわからんすけど。まあ、公明党はその呼ぶあのもう折り込みですかね、奴らは。なんかようわからない人がいます。なんかこっちからなんか何でかわかんないですから、まあ、まあ、ほっとこか。あれなんですかね。多分どうせなんかの欲だと思うんですけど。ああ。旗がそれとか、こうなんか通ってた。ああ。まあようわからない。ようわからない。なんか言ってるかわからない。ちょっとこっちのスピーチが聞こえなくなる。こっちに行こう。だいぶ涼しいしね。今この中で私たちが本当に集団的自衛権の問題や沖縄辺野古への新しい米軍基地の建設に対してどういう立場を取らないといけないのか、国防部の皆さん、戦争は昔の話、そんなことはねえ時代が今再びやり戻しをしています。放射能レンガでもう全部作ってもらうとか、サンのビルを、ね、酒の外線に黙ってましたね。あ、まだいますね、なんかいや、わからない。まあ、どうでもいいや。
そうなんですよ、ジュゴン&マリオのツーショットっていうのは。脅威のツーショットが繰り広げられるという今日のこの頃でございます。何時間ぐらいビール飲んでないかな。今日だいぶビール飲んでないからもうちょっとビール飲んでも大丈夫な感じかもしれない。あ、すごい靴。いやー、そうなんだ。すごい高い靴来たんですね。いやいや、さ、人様の靴とか見たらダメです。今通った女の人の靴がものすごい厚かった。15センチぐらいあったんですね。あれですね、なんか結構あったかも流行ってきてる。あ、そうなんですか。中にいろんなもん隠せるですね。拳銃とか。密って感じ。核燃料とか。あ、いいですね。こう入ってる。重たいかもしれない。背筋が伸びる。背筋ピンってことで。スリムダイエットって言うよ。ゲルマニウムなんちゃらとかいう。半導体検査。ゲルマニウムローラー。ローラーで、あわやのりこみたいな、あわやのりこがなんかくるくるくるってなんかで、なんかよくわからんサインが書いてある。いやいや、人様の靴とかあんまり言及しちゃダメです。いやいや、本当にやっぱり人様あれですね。でもJR の人は案内するふりとかもしてるんですね、ちゃんと。案内するっていうか、ここにおったらもう案内せざるを得ない。だから一応、だから JR の駅なのに市バスの案内もしないとあかんようになってしまったんですね。自業自得なんですけど、ね、地下鉄の案内とかしてまう、ね、いろんな業務、兼務してる。あ、でも靴でバレ、密輸とかしようとしたらバレバレになるかもしれないです。小型拳銃ぐらいだったら隠せると思うんです。です。お財布とか。マダム。マダム。何これ。あ、おかしい。博多花丸かと思った。博多花丸。大吉って言いますね。あしたらあって。博多花丸大吉って合体させたら博多大丸だ。大丸なんで。からしれんこんとかが食べたい。からしれんこん、あれって博多じゃなかったんですかね。多分そうです。あとからし明太子とご飯とかですね。からし明太子、あれもあれやな。何やろ。
貞子で貞子の格好をして電気代を完全再電力に払い、2階のあそこに、あそこっていうか、あそこって分かんないです、お客様センターみたいなのがあるんですよ、そこで払い込みできるんですね。だから皆さん、あそこで払い込みに行きましょう。本店。本店ですね。で、全部1円玉持っていくとか。いや、マルチ嫌がらせ。これはブログ持って持たないね。あー、どうすかね。任せ、別にどっちでもいい。やめとこうか。で、忘れて乗せたりとか言ってですね。すごいですね、すごいシャツが透けてるじゃないですか。シャツが、T シャツが透けてるんですね。これちょっと薄いんですよね。冷麺とビール昨日食べて寝てたらなんかお腹壊しちゃったよ、ね、冷麺とビールと冷えたビールとあとで朝のビールなので夜中のビールなので朝から飲んでたんだ。夜中も飲んでましたかね。夕方も飲んでましたが、まあ、大丈夫ですよ。一日飲んで途切れなくね。ちょっと。関西電力 のビルの中で割と冬とかぬくいですからね、あそこでくつろぐとかですね、あそこで追加するとかですね、あそこで花火大会するとか、あそこでご飯食べるとかですね、何でやってもいいと思いますね、何やってもいいと思いますねってまた言う。すごい人気ですね。いや、もっちゃ人気ですね。事後人気がすごいですね。事後人気すごいです。あ、関西電力なんか床屋さんもあるですね。散髪屋さんもある。散髪、もちろん ATM もあるし、カフェは3つか4つぐらいあるんですよね。でお風呂屋さんはないかもしれないですけど、まあ多分風呂シャワー室ぐらいあると思うんで、そこを変えたらいいと思います。いいと思いますよ。適当なこと言ってますけど。ちなみに JR 大阪駅の中に駅員さんとかが使えるだけ使えるシャワーとかお風呂があるらしいんですよね。ちなみに。中泊まり込む人とかもいるんで、中に関電の中にレストランみたいなのもあるんですね。で飲み放題コースとか、あ、片付けてます。お片付けタイムです。片付けてます。あ、どうもお疲れさんです。どうすじゃなくて、あ、腰だな、じゃん。あ、顔出ますね。パーテン、パーテンじゃないわ、なんていうか。あ、ちょっとさっさと片付けてます。撤退してます。帰ってます。やから駅員が帰ってきました。
もうどんどん片付けてません。いやいやいや、あ、ポール撤収ですね。もうポール、ポールマキ、ポールマッカートニー、マキ、ポールサイモン、サイモン、サイモン&バーバーファン、ファンクルで、ファンケル、うん、あれ、利尻島の天然やってる。え、利尻昆布、え、どれですか。 あのバス、あやっぱりみんな気にしてるんだね。今お茶とか茶葉あるじゃないですか、煎茶、あれ例えば鹿児島産とかの方が値段が高くなってるんですよね、やっぱり。火山灰とセシウムどっちがいいかっていう話で、ね、火山灰の方がいいだろう。昨日大阪じゃない、関税包囲行動に因縁をつけてに来た女の人は、お金と命やったらお金の方がええって言ってましたね。本当ふざけるなよって死んでくれって。じゃあ1000円あげたら死んじゃうのかな。そういう感じでして、ただいま、辺野古に基地を絶対作らせない大阪行動。あ、宇治茶、宇治茶もいいですね。大和茶、うん、大和茶も多いですね。やっぱ僕は煎茶は一応大好物で、でもほうじ茶とかも好きですし、番茶も好きですね。ああ基本的にお茶とか大好物で、大好物。たぬきさん和風でとか、いつコーヒーも好きだったというか、いろいろ、まあ、何でも飲料は好きです。飲料は、ビール飲料とか、タバコとか吸わないから、やっぱりお茶とか飲んじゃうんですよね。タバコ吸わない側にお茶とかジャンスか飲んじゃうんですよ。お茶とかコーヒーとか、ビールとか、ビールとか、そば、麦茶とかビールとか、それからビールと卵丼とビールと卵丼とか。あ、そうですね。ビールとカツ丼とかですね。ビールかけるカツ丼かける。ビールとパンとかですね。ビールとパン。それなんか、口の中で微妙なテイスティー。あ、もうテイスティーだから、ウインナーパンとかですね。ああ、ウインナー。ウインナーワルツ。ワルツっていうか、ワルツじゃない、ウインナーコーヒー。みんな死にってる。え？あ、環状線が来ました。環状線来ました。あれなんですよ。これでですね。何の話ですか。いや、宇治茶の話。宇治茶は僕大好物なんですけど、ドクダミ茶が。はいはい、放射能に行って被爆者の人が言ってた。あ、なるほど。ですけど、毒ダミ茶ってすごい癖あるんですよね。毒ダミ茶ね、恐ろしいですね。体にいいけどね。だから被爆者の人が、うん、毒ダミ茶はええよって言ってたのは。じゃあ間違いないわ。でもすごい癖があるから、初心者の方は毒ダミ茶と普通のお茶がブレンドになってるやつがあるんですよ、はいはい、薬局では売ってるんで、それ飲んでもらったらいいと思います。ナイス。ためになる、ためになる、ためになる放射能に負けない体作りみたいな。あとジュゴンはゾウの仲間です。これは衝撃的ですね。ジュゴンはゾウの仲間なんですよ。いろいろ勉強になります。あ、そうなんだ。毒ダミはアクドアトピーにも入れてるところなんで、ちょっと癖がかなりきついんですけどね。そうですね、毒出しですね。毒ダミというか毒出しです、ね、だからデトックスです。デトックスです。そうですね。みんな夏の雰囲気になってくるんだね。ここでなんか夏はここでビールと酒盛りでもしようかという頃になってくるんですよ。あ、ビール祭り、ビール祭り、ビアガーデン、あそこに、あ、いや、もうここでやる。で、JR の職員にも飲ませ。いや、JR の職員は立って見てろって。あで、公安は僕らが追うときはもうずっと立てられないといけないんで、やつら、僕らがここで酒盛りしてる間でずっとやつらは立てれるっていうことで、やつらを酒の魚にしつつ飲むっていうことですね、嫌がらせ的に。つまみですね。つまみ枝豆。はい。はい。つまみ枝豆。
今日は510忘れました。え14回かな。514回目の大阪講堂でした。お疲れ様でした。どうも。今日は署名の方が、50と10で、持ち送りが10やから50ですね今日は。実際は60やから署名、看破はなしのようですね。はい。現地の動きとか、いろいろ、ニュースは入ってるようですけれども、皆さんからの報告とか、アピールございましたらどうぞ。今日の感想でもよろしく。ごちそうさまでした。今日は久しぶりになんか新しい人に余計攻撃があったら違うかな。ここは管理地やからマフなんて言われたから何人もおられたと思います。今日はハッスルデーやった。それは駅員ハッスルデーですね。今日は駅員のハッスルデーやった。ハッスルデー、あ、そう。私にもあの管理地やからマフナマフナって言われたけど、今から何言うてんの、これだけたくさんの人が通ってまだそんなん言いますかって聞いたら、管理地やからマフナ、チラシマフナ言うてる。久しぶりでした。実はここ鉄道地やって主張するでしょ。鉄道地で鉄道営業法の適用地であるっていうんやから、管理権、施設管理権は全く作用しないにもかかわらず、彼らは管理地って言ってしまう。その辺はもう何も分かってない。何も分かってなくて僕らの表現の自由を規制してるっていうことです。それで私ね、こんなにたくさんの人が通ってんのにね、こんな邪魔をしないでって何回か言うたんだけど、管理地っていう言葉は何回も出てきて、いつも勉強してないな。あの新しいチラシを今度からあげんといかんな。ちゃんと読んであげる。今日読むの忘れた。あれ決まったなと思ってた。読むの忘れたと思った。来週読まなくちゃね。横で音読しとったね。え？横で音読してあげた。あ、そうそう、音読聞いとってな言うて。もうこの次、来週はそれが、あ、来週は私いや何だよ、大変。連日あのチラシを巻いて、あ、どうもどうも。あ、いただいてるんですけど、マキスさんが2月、6月22日に港区民センターにお越しになるので、港じゃないわ、なにわ区民センターにお越しになるので、お越しください。チケットを持ってない方いらっしゃいましたら、僕がたくさん持っております。ない方でもチケットを買って財政的に助けてあげようという方がいらっしゃいましたら、ぜひ名乗りを上げていただきたいと思います。よろしくお願いします。あ、引っかかってます。ありがとうございます。なんか呼ばれてる。あと今日は、ミーティングの日です。6時半から、第2ビルの5階で部屋取ってますので、皆さんご参加よろしくお願いします。ちょっと行くのそうです。では、それではまた来週頑張りましょう。お疲れ様でした。まあそんな感じでした。まあそんな感じでした。という感じで、本日どうも、ありがとうございました。あ、どうも皆さんどうもありがとうございました。そんな感じでして、本日の、辺野古に基地を絶対作らせない大阪行動、確か514回目だと思いますね。という感じで、本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。あ、どうも、おっと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 っ
あ、どうも、お疲れ様です。水分は補給しますです。ちょっとあの、水分はやっぱり僕最高物なんで、あの、やっぱ水分取らないとやっぱり死んじゃいますからね。で2年ぐらい前、2年か一昨年ぐらい前に買ったミネラルウォーターがもうそろそろ賞味期限、あ、どうもありがとうございます。賞味期限があるんで、それでまた今度飲んじゃいますね。よっこいしょ。ああ、ね、お茶でもありがとうございます。というわけでして、ああ、どうもどうもどうも。という感じでして、あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。まあ、そんな感じでしたけど。というわけで、本日の、中継関係の方、終了関係の終わり関係にします。どうもありがとうございました。どうもどうも、ありがとうございます。どうもどうもどうも。パチパチパチ。いやいやいや、失礼します。